はじめまして。テレビのラーション・ラーションと申します。本日、時間いただいて誠にありがとうございます。少し私の、国について、デジタル先進国、スウェーデンについてお話しさせていただければと思います。その前に、テレビについてお話ししたいと思います。トリームではもともと IT コンサルティング事業なんですけども、つまり住宅開発ですね。それ以外には、エンジニアに向けた自社プログラムと開発しております。また今年から人材育成をさせていただいております。ちょっと自社プロダクトまだ公開状態ではないので、すいませんけども、ちょっと共有できません。IT コンサルの側面でどういった内容でさせていただいているかというと、もともと私自身が結構幅広い範囲で、最新の技術で特化していってるんですけども、ですから、事業としてやっているのが私の延長であります。スマホ、ウェブアプリの開発、システム BI の開発、IoT の開発、ここの、右側には、特化している、フレームワークと言語となります。よくお客様から AI と機械学習について問い合わせがあるんですけども、私の専門外となりますが、私の友人がスウェーデンの方で機械学習の、企業さんを経営しておりますので、向こうと連携して、業務、提携した形で、お客様に提供しております。今のところで、弊社のお客様が大体ベンチャーです。ベンチャーでも、古企業でも、大手企業であります。県内のお客様があるんですけども、大体県外です。右側には今のところで、お手伝いさせていただいているところとなります。また、先ほどおっしゃったように、その制定の、機械学習会社と業務提携しておりますけども、サバンティックさんですね。また、地元のアドセールさんのマーケティング会社なんですけども、そこも、一緒にさせていただいております。パートナーとしてですね。ドリームとして選ばれる理由は、東海でできることは、地方でも実現できますよと。全体を見越したご提案。幅広くお客様の、課題、認識、聞かせていただいて、議論させていただいて、じゃあどういった形がソリューションとしてベストなのかって、本当に幅広い知識、持ちであるので、他社より、細かい提案と、バリエーションですね、できます。それは、提案だけではなくて、デザインのところから、実装と管理のところすべては、社内でさせていただいております。で、私は最初から私の技術はひたすら楽しかったんで、特化していってるんですけど、それの結果で、今の外国ではどういった技術の選択肢があるかどうかということに関しても、細かいかなと思ってます。で、それは、お客様のどういうふうに役に立つかというと、今の技術の選択肢、ここの地方だったり、日本の中でも、絞られた提案ではなく、もうさらに幅広い提案になってくるので、お客様の明日のニーズに備えたようなソリューションになってくるかと思っております。実際に今、Dream では、エンジニアを募集しておりますので、React.js だったり、Flutter、Golang、Kubernetes でも最新の技術に興味、また経験がある方、ぜひ、お問い合わせください。インターンも、今年からさせていて、育てていってるので、もし興味ありましたら、ご声ください。それでは、本番で。私は先ほど申し上げたように、ラーションラーシュと言います。スウェーデン語の書き方だったら、ロマ字風にラーシュ、ラーションとなります。私はもともと、スウェーデン王立、国家大学で、コンピュータサイエンスで、卒業しております。で、スウェーデンと、また東京の、
ベンチャー、まあ、スタートアップ企業で、エジデとして活動しておりました。いろんな展開があって、2017年に香川へ移住しました。で、住んで1年とちょっとした頃で、株式会社ドリームリーを設立いたしました。で、私はもともとスウェーデンでは、まあ、いろんなことをさせていただいてます。まあ、だいたいこっちで、目立ってしまうのが、5歳の時から、今私34歳なんですけど、コンピューターから、コンピューターの世界で住んでます。まあ、オタクですね、ゴリゴリと。まあ、もともと、結構いろんなものに興味津々だったんで、本と漫画とか、小学生から読みまくった結果で、歴史と宗教、政治とか、いろんな知識を結構持っております。で、15歳の時は、友達と一緒に、200名の e スポーツフィエスタ、させていただきました。代々木温泉の時ですね、大学じゃなくて、高校の時ですね、プログラミングを初めて学びました。まあ、当時は勉強でしたけどね。で、18歳は、高校出た後にですね、何するかどうかよくわからなかったので、軍隊を1年間入って、まあ、ちょっと、スウェーデン人として、普段であれば学ばないものを、させていただいて、まあ、基本的に、誰であろうと決めてさえしまえば何でもできる。自分が好かれた時でも、できないと思った時でも、実際にやってしまえばできると。で、軍隊出た後に、警察になりたいという希望があって、まあ、人の助けをしたいという気持ちがありましたので、一旦、言語を大学で勉強させていただきました。フランス語、ドイツ語と日本語同時に勉強してました。で、20歳の時に、まあ、その大学に行きながら、私の妻に出会いました。で、23歳の時に、まあ、しばらく、まあ、大学生としてもやってたんですけども、数年間の間で、スウェーデンの地下鉄でガードマンとしてさせていただきました。まあ、警察として目指していたので、近い領域ではないかと思ってて、まあ、ちょっといろんな展開がまたあって、まあ、次どうしようかって考えたところで、とりあえず自分の趣味を仕事で使えるかって試すために、スウェーデンの王立、工科大学で23歳の時に入らさせていただきました。まあ、楽しかったです。ここの右側には私なんですけど、まあ、13歳の頃ですね。または、その他の写真はもうちょい私の若い頃となるんですけども、モノクロの、左側の、写真の右上に立ってるのが私です。私の父さんが整理士、この写真の中に左上で立ってる人間なんですけども、整理士さんとして、お客様にコンピューターの世界を教えようとしてました。父さんのお客様は大体農家でした。これって、まあ、今いろんな話を聞きながら、こういう人生って不思議？まあ、スウェーデンだったら、まあ私は変人なんですけど、少しだけですね。で、なんでそうなったかって、っていうと、もうものすごい長年の間でスウェーデンがこういう人材が出てくるように工夫を重ねてきて、作り上げたものとなります。明日の労働者はコンピューターで作業する。1955年よりの予言でした。それと、1966年に、パルメソーリーが、基本的に、社会の成長を邪魔しちゃいけない。当時は、デジタルはどう、社会に取り入れるべきなのか。熱く議論されてたそうなんですけども、パルメ総理は、後で、総理大臣になったんですけども、プライムミニスターですね。かなりコンピューターの世界を信じて、これしないと私たちのせいではないと。ですから、こういう発言をしました。スウェーデンでは、もう本当に彼だけではなく、もう国中のいろんな部隊が、デジタルの世界を信じて、
すごい長い間で工夫を重ねてきたんですけれども、一つの、おそらく今になって一番大きな、重要な動きとしては二つあったと思うんですよ。まずは、マイナンバーが強制的に先行国民に対して導入されたんですよ、と。金融機関に、導入の責任をもたらしたんですけども、それがなければ、今のスウェーデンにあらゆるシステムはなかったって私は思ってます。情報の連携が、それに頼ることになりました。それ以外には、労働組合と政治家、両方ともが未来について、先ほどの予言なんですけども、コンピューターを通じて、労働者が仕事するようになると。で、それの延長で、もう、本当この、表通りなんですけども、教育でもう、時間と力入れまくってて、教育って基本的なんですよ。仕事が、教育をしないと仕事は生まれてこない。で、スウェーデンの工場でも、コンピューターって大丈夫なんて、これは、私たちの希望か、その逆か、ってよくみんな心配されてたんですね。でも、労働組合でも、いや、私たちはコンピューターを取り入れないと、あさっての仕事がないと。ですから、選択肢はないし、この図の通りに、いろんな、領域の方々が表示されてるんですけど、仕事を失うっていう話ではない。新しい仕事を手に入る。で、何を具体的にしていったかっていうと、プログラミング教室、IT 高校と、社会人向けの教育ですね。高齢者向けだけではなくて、コンピュータで遊べるように、環境を作ったんですよ。または、アートを通じて、歴史を通じて、どういうふうにテックを使えるかっていうのも、見せましたと。で、この結果でですね、簡単に単純に楽しい文化ができました。ここの、写真ですね。20年前、24年前ぐらいに、あった、コンピュータフィエスタなんですけど、そのコンピュータフィエスタが少しずつ大きくなってきて、1万台のコンピューター、つまり1万人の参加者が同時に参加するようなイベントになってきて、世界一の一番でっかいイベントとなりました。で、その、イベントはここのドリームハックというものなんですけど、かなり e スポーツ業界で有名な、イベント、会社となっております。で、つまり、スウェーデンの長年で努力した結果で、ここら辺の企業さんとゲームができるようになりました。スポティファイだったり、キャンディクラッシュ、キングさんですね。スカイプが今、マイクロソフトさんに買収されてるんですけど、もともとスウェーデンの企業さんです。で、マインクラフトはみんなご存知かと思うんですけど、もともと、私の、先輩が作り上げてるものなんです。で、それ以外には、社会中で、こういった DX が、ものすごく進んでて、ベンチャーが多くなってきてるっていう評判があるんですけれども、日本でも取り上げられてます。イスラエルを超えるような国になってるんではないかとか、ベンチャーの熱さとか、デジタルに関するの、リテラシーとか。でも、これ本当に動力で終えた結果なんですよ。スウェーデンは何十年間の間で、こういう結果を得て、ベンチャーが多いし、相手リテラシーも高いし、北欧は、の首都は世界一幸せになるようになりました。ただ簡単ではなかったが、会社を進むためには、みんながついていけることは目指すべきではないので、首都を取り残さないといけないを覚悟した。逆についてこなくても生活ができるようにした。最初から今でも。大事なのは方向性がブレない。多少失敗しても明日のためなら前に進む。会社の私たちドリーミーの、理念の一部でもあるんですけど、また国としての、やってきたやり方からで、まとめる言葉だと思うんですけど、Trial, Fail, Iterate。つまり、チャレンジしなさい。
やってみないとわからない。やってみて失敗したら、そこから学んで、次に進めてっていうところなんです。以上となります。ありがとうございます。